法寿園です、はい、今日は、はいはい、ご苦労様です、はい、今度は YouTuber デビューすることになって今日一段です、はい、そしてまあ楽しい盆栽っていうことで、うん、誰でも簡単にできる感じのを第一段としてやります、うん、はい、これ挿し木したもん、これ何年目、これね、これは今年の春挿し木して、あ、もういいの、ほいで先月、うん、ポットに入れたやつ、うん、そしてまあ古いのでもこういうのは挿し木して2年目くらいかな、うん、これでも2年なんだ、うん、だからこういう年数の短いものでも、うん、こういうふうに簡単に素人誰でもできるんだよってことをちょっと今日やってみたいのさ、こんな挿し木したばっかしてた、ただ鉢入れるだけで楽しめるんだよっていうのをアピールしたいわけさ、うん、根がこの状態だから、根がこの状態だ、これは枯れてるから取る、こういうとこも見苦しいから取った方がすっきりする、でこれをこれに入れるのね、うん、あ、止め方が問題ない、そう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 、なるだけ針金、右に一回巻いたの、ん、右に一回巻いたの、そう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 、そしてね、これ小さいから防虫網なんかいらないわ、ああ、そう、穴に通して、うん、そう、いや、年取ったらこういう細い仕事したら手震いてくるわ、でこれ一応入れたでしょ、うん、だから抜けないようにここで曲げる、うん、なるほどね、曲げてこれだけでもいいんだけどね、うん、これだけだったら上下の動きはないから止めてるから大丈夫だけど、うん、左右の揺れあるのね、だからこうしてこっちから上げてきた針金を、うん、これでまたこっち止めるのね、右に巻くの、そう、すればこっちから針金止まってからこれなくなるでしょ、うん、うん、ああ、一回下から出したと鉢の外に出して、そう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 、またもう一回幹に巻くと、うん、そう、中の針金がいいけど外の針金ってこれ目立つから、ああ、そうだね、できれば今年1年持ち込んだら来春、うん、こっから切っちゃってさ、うんうん、ああ、ここなくす�ば目立たないでしょ、ああ、そうだね、そうそう、うん、あ、そういうことか、もう根で動かないしね、そう、1年すればね、回っちゃうから、うん、で問題はこの土ね、こういう小さい鉢は大きい粒子の土使ったら、うん、こういう土だったら乾燥が早すぎるの、なるほど、うん、だからこういう細いやつ、うん、これは何と何がミックス、うん、これはね、火山歴5と赤玉3、うんうん、金間土産のブレンド用土、うんうん、でこれだ、別にあの無理にこう仕込む必要ないから、まあこれだけでなんとなく盆栽でば盆栽風に見えるでしょ、まだ誰でもできるしさ、まあね、で結構これ斑入りだから葉っぱも綺麗なのね、うん、灰日陰、灰日陰、うん、斑入りの灰日陰ツツジ、ツツジっていうことは花が咲くの、そう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 、でね、まあこれでもいいけど、ここにまた苔貼れば本当らしくなんだよね、うんうんうん、なるほどね、だから苔貼るわ、え、台の下にある苔、そのこれこれこれ、ああ、うん、光が当たってる、綺麗だ、苔なんて買わなくたって綺麗でしょ、うん、あ、これ綺麗な苔じゃないか、うん、で苔のこの足の高い苔はああいう小さいの張れないの、うん、これ薄いから、うん、よいしょ、
まあ、まるっきり土よりこの苔あるだけでもまた雰囲気変わるでしょ。まあね、これは上から水をやるんじゃなくて下からこう吸い込ませると。うん、それでもいいし、まあ岸は一日一回水やんなきゃないから一緒でもいいし、うんうん、とにかくこういう小さいのね、冬でももう室内で楽しめるように考えてやってるから。うん、あ、室内に置いてもいいんだ。うん、それでその冬室内に置くとき気をつけなきゃなんないってことはね、うん、冬場どこでも暖房入るでしょ。そうそうそう、ね、だから空気が乾燥するの。だから朝起きたら朝晩でいいから全体的に霧吹きで霧吹いてやる。うん、なるほどね、葉っぱを濡らすと。そう。冬場は植物ね、やっぱり湿度がすごく重要なあれだから。うんうん、なんとなく可愛い盆栽フィルムいないか、鉢、うんうん、入れば、うん。そうだね。うん。そうやってまあこういう枯れてる葉っぱ取るとかさ。これでやれば誰でもできるでしょ。うんうん、だから簡単にできるし楽しいんだよってアピールしたいのさ。うん、これが黄金茶穂ヒ、茶穂ヒノキ。ヒノキ。うん。黄金ってね、葉っぱの先が黄色くなるの。うんうん、1年経たないでこんなになるんだよ。だって根が長い場合は切って差し支えないから。あ、そう。うん、だいぶ盆栽。盆栽なんて大体鉢入れれば盆栽使ってる、うん、まあね、で木の場ある程度幹太いってばいいんだけど、太くないけど、うん、幹のある木はね、丸い鉢より角鉢の方が合うのね。あ、そうか、こういう角鉢。あ、ちょっと大きければこの程度。あ、まあ、今回あの水やり管理楽なためにこっちでやってみるか、うん、これもすべてもこうやって一回巻いて、うん、でなるだけ針がね地上部に出ないようにさ、うん、出たやつは切って、そう、包丁網ひ、うん、入れて、穴に通して、うん、でどっちから見たらかっこいいかなって正面を考えてみればね、こっちなんかかっこいいな。だからこういうふうにしても正面を決めてみる。だけどやっぱり盆栽って難しいってみんな考えてんだよね。ああ、それがあれだもんね。絶対盆栽ったらもうサザエさんのお父さんがやってるみたいだから。こんなこと誰が出て、あと卒業式のあの校長先生の台の上のあれだとかさ、そういうのイメージしちゃうでしょ。だからちょっとしたことでね、別にそんな難しさはないし、うん、こうやってこういうのを植えるときにね、うん、ど真ん中に植えない方がいいのさ。 ある程度こうっていうことはね、うん、この盆栽も芸術だから空間美ってあるのね。空間美ってことはここを開ける。写真と一緒ね、うん、空間が美的要素の一つだから、うん、そしてさらに木が、あまり飽きない方がいいなっていうんであればね、うん、こういう石添えてもいいのね、こういう感じで。これある程度はあの鉢も大きいから石添えてやってみるね、うんうん、おちょっと大きいかな。これだと小さすぎるか、うん、大きい方いい？いやこれとこっちならどっち？いや難しい方だな。大きい方いいかもしれないな。なんか貧弱だね、まあ、これね、まあね、石がね。これもこの起伏のあるとこを前に見せれば。あ、この方いいんでね。
いいんじゃね、うん、そしあ、そうだね、うん、そしたらね、こうやって苔、これも苔貼るか、なんか苔貼った方がなんとなく、うん、まあね、かっこ出るね。苔でもね、さっき台の下から取ってきたけど、あ、こういうものから鉢植えから取ってもいい、うん、これは自然に生えた苔。そう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 、うん、まあ鉢の台の下もあれ自然に生えたもんだけどね、うん、苔なんかわざわざ買うことない。うん、そう、東京みたいにコンクリしかないようなとこ。あのね、それでも公園なんかでもアスファルトの上にさえ、あ、そうだよね、苔って生えるんだよ。生えるね。かえってそういうとこの苔は足が短いから使いやすいのさ。山の中の日陰の元気で育ってる苔なんかって、うん、腰高で使いにくいの。なるほど。あ、公園行けば何ぼでもあるか。あるあるある。でも苔貼っただけでなんとか、うん、もうセーフだってなんねえかい。まあね、うん、まずピンセットは絶対必要ね。そうだね、うん、まああの掃除するときゴミ取るのもピンセットが必要だから。こうやって貼ってもなんかインスタントで苔貼ったってイメージしないでしょ、うん、それでね、さらにちょっと色気つければね、これ乾水石ってね、よくあの松竹梅の正月売ってる盆栽にもとやるでしょ、うん、ね、まあ、真っ白なやつ、うん、だこれやればね、白だからすごくこの鉢自体、作品自体が明るい感じになってくるんだよ。そんなちっちゃくてもそんな庭に見たくなる、ね、そう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 。大して難しいもんじゃないでしょ、俺だってできるんだから。そうだね。どうですか、盆栽風に見えるでしょ。いや、盆栽での主ができるんだからこんなこと素人だとちょっと難しいかもしれないけど、だから止め方と、うん、そうだね、うん、それ止め方さえ覚えればね、うん、だけどこれなら誰でもできるでしょ、うん、あっという間に普通できたもんね、うん、だからみんなこういうここで楽しむ人増えてくれればいいなと思って、うん、あ、室内でできるんだったらみんなやると思うよ。そうそう、うん、管理もその年次もこれくらい小さいもんだったら室内で十分、うん、あ、そう、うん、鉢の中の水分も必要だ。木自体こうやって、うんうんうん、朝晩でいいから拭いてやればね、うん、木もいいし苔もいいしさ、うんうん、ストーブの前には置かないと、うん、なるだけ温風の当たんないとこがいいね、うん、そうだね、うん、それはさっき挿し木何年目、これも鉢見れば今年の春刺して小さいってこれ鉢上げてる。あ、そうなの、うん、これもうまあ、根の周り見たら春やったやつですね。2年経ってるわ。あ、そうだね、去年やってるわこれ。つい最近植え替えしたわ、うん、あれね、こんなにね、こんなに根もあんねんもね。これは好調にね、好調に不入り好調に、うん、あんまり聞いたことない名前でね、うん、でもよく宝膜あたりであのなんだっけ900何ぼだかの商品盆栽って結構売ってるでしょ。ああ、そうかい、うん、ああいうのに入ってる、うん、でこれってすごく根が張るのがいいの、いいんだよ。だから石かましたりさ、うん、で本当に小さく作りたいならこっち上あるんだからここできるさ。ああ、そうやってね、うん、でこう
こうやってみたらバランスでいいね。いらない枝もあるから。あんまりね、枝濃くても鬱陶しいんだよ。本当はね、これでもね、小さいけどね、ちゃんと針金かければさ、またそれにね、格好出るけど、うん、今回簡単にできるんだよっていうことで、うん、これは岸のもんだし、ある程度、この、ここの太さもあるもんで、角鉢の方が合うと思う。あ、こういう鉢の方が。こっちが子供でこっちが親ね、うん、だから流れとしてはこっちに流れてる、うん、こっち流れてる場合鉢入れる場合こっちじゃなくこっちじゃなくこっち側入れる、うん、そういえばこっちに空間できる、うん、こっち空間で作ったら変なもんで、うん、変なもんっていうか感じ方だろうけど、うんうん、こっちの方へ置いてこっちの方向にかぶさってきてからね空間作る。でこれはねちょっと枝ね、針金で補正して作り下げたいからさ、あ、こういう場合止める針金を上まで持ってきて曲げた枝にこうやって曲げていく。そう、止め方はまあこれでしょ、うん、ここがあんまりゴシャーっとしてるのね。あ、そうだね。だからこれねこう下げたい、下げてこう上げればいいから。あ、後ろの方に。そう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 、なんかここもたっとしてるから、うんうんうん、まあ大したことないけどこれ下げるだけでもだいぶ雰囲気変わったかな、うん、そうだね、切るんじゃなくて後ろに持っていくと。そう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 、せっかくある板だからなるだけ切らないで作ってあげたいし、うんうん、やっぱり木だってね、根切ったって枝切ったってそれなりの負担リスクはあるからさ、うん、切らなくていいものはもう切らないで済ませる、うん、こっちから入ったやつはまあこれは隠しやないけどここだけでも下げて、なるほどね、下げて隠し、それでこれもこれもちょっとこっちやったけどさ、これもちょっとあれ今度脇から来た針金かけたんだ。ああ、そっか。これもこういうこうして下げて、うん、この目がね、うん、上向くだけでまた雰囲気違うのさ。あ、そうだね、うん、新しい目は絶対上向くからね。うん、これで自然らしくなるから。なるほどね。まあこっちへ持ってきてこれこうやっただけでなんとなく、うん、盆栽でも何でもそうだけど趣味のものって楽しむためのもんだからさ、うん、あんまりああしちゃダメだこうしちゃダメだって講釈こねたらやっぱり楽しみも半減すると思うんだよね。そうだね、なんかこんな小さいでもなんとなく雰囲気出るでしょ。鉢入れば、いや、ちっちゃくたってここに小っちゃい人間置いたらそうそうそうでっかく見える、うん、飾りもあるからね。でやっぱりね、うん、こういう黒い鉢の場合なんとなく暗いんだよね。だからこういうの白を乾水石使えばすごく明るく感じる、うん、あ、なるほどね。これ苔張らないけど乾水石だけでもここいるよ、うん、そうすればねすごく明るく見えるから、うん、特にこういう色鉢なら綺麗だからいいけど、うん、こういう鉢って暗いイメージに見えるしさ。
大したことねえんだけど、これ入れるだけでまた雰囲気変わるじゃん。なるほどね、3個かいいんじゃない。